0歳の娘がいます。この子が大人になる頃には日本は住みにくくなっていると思います。高齢化、高い税金、酷暑、災害、そう思うと語学教育や留学などを充実させ将来外国に住めるようにしてあげるべきでしょうか。まあ日本は住みにくくなって、今よりは住みにくくなることは間違いないと思います。でも大概の国がそうだとは思いますけど、今住みにくいけど将来的に発展する国に行って、そのギャンブルに勝って夢のような生活を謳歌するか、今住みやすい国もちょっとのタイミングで住みにくくなる可能性もあります。経済的に発展してるからといって、発展状況にあるからといって、その国に移住して移住者が住みやすい状況になれるとは限らないと思います。またなんだろうな、まあ、金持ちだったら、ね、いろんなところすぐ移住できるんで、そんなに金があるんだったら多分こういう悩みはね抱かないので、どこに行っても住みにくい場所は住みにくいですし、住みやすい場所は住みやすいです。特に日本はまだまだ住みやすい場所はどんどん住みやすくなる、余裕はあります。住みにくくなる場所はもうその倍ぐらいのペースで住みにくくなっていくんですけど、移住しないだったら国内でも住みやすい場所に留まり続けられるような能力、技術、ノウハウ、そういったものを身につけてもいいんじゃないでしょうか。まあでも僕は将来海外行きたいですね。やっぱアホほどのんびり暮らしたいっていうのがあります。仕事の分野の勉強をしなければならないとは思いつつ、全く勉強する気になりません。もう終わってるじゃないかよ、そこで結論が出たじゃない。現在は一緒に仕事をする上司が全責任を持っているので、自分が知識不足でも職場は回りますが、いずれ自分が責任者として動かなければならない時が来るため、勉強が必須なことは頭の中には入っています。勉強が身に入るようにするためにはどうしたらいいでしょうか。じゃあ勉強したくないんだったら勉強しないでいいじゃないですか。ただまあ先細りにはなってるけど、いや国会今から勉強してしんどい思いするんだったら、合計としては幸せかなって思えるんだったら勉強しなくてもいいんじゃないでしょうか。必要でやってる分にはまあ少なからず身についてきますからね。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越す他に解決案があれば教えてください。ねえじゃねえですか、そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何、洗濯してねえんじゃない、逆にくせえもん干してんじゃないの。引っ越す他に解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないと方がいいんじゃないかな。窓そんなに開けないですか、俺絶対開けたくないんですけど。窓開けない生活楽しむのがいいんじゃないですかね。地元で知名度の高い企業に正社員で就職して働いています。福利厚生はしっかりしていると思いますが、ステータスだけで入ってしまい毎日が苦痛で逃げ出したくなる日々です。私は正社員にこだわらず動画編集やフリーライターとして活躍できるような人になりたいです。ですが親や家族は反対します。家族は大切なのですが、私は自分の人生このまま後悔したくないです。厳しい親ではありますが好きなので、ついつい家族の希望と自分の希望どちらを取るか、まあ、悩んでしまいます。どうすればいいでしょうか。で、正社員やりながら動画編集やフリーライターとして活躍している人はいっぱいいます。すぐに始めたらいいと思います。めちゃくちゃ忙しくて時間がないっていう人もいるんですけど、めちゃくちゃ忙しい正社員なのに動画編集やフリーライターしてる人いっぱいいます。本当に後悔したくないんだったら両方やって軌道に乗るまでやったらいいんじゃないでしょうか。ただどっちも続けるのがしんどいってなったら、その時もう一回選べばいいと思います。役者になりたいという夢があるのですが、親は安定しない仕事はお金がかかるなどとあまりいいように思っておらず、親の勧めで4月から看護師として働いています。もともと看護師になりたかったわけではないので、仕事はとても苦痛で、患者さんや指導してくださる先輩方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。このご時世、地方住みで看護師として働いている以上、オーディションを受けに行くことも難しいです。私は仕事を辞めて今すぐにでも役者を目指したいと思っているんですが、どうすれば親を説得できますか。アドバイスいただけると幸いです。辞めたらいいんじゃないですか。辛いでしょ、しかもその人の命に携わる仕事をやる気なくやるっていうのはね、もしかしたらとんでもない迷惑をかける可能性もあるので、はい、すぐ辞めて役者になりに行けばいいんじゃないでしょうか。親を説得できますか。別に親に何も言わずに出てきたらいいと思いますよ。親とも相入れてないわけじゃないですか。親にどんなことを言っても親に納得してもらえず、やりたくない仕事を選ばせるぐらいだから、多分もうどんだけ言っても理解してもらえないことがあるので、はい、縁切るぐらいの感じでオーディション受けに行ったらいいんじゃないですかね。
25歳大卒社会人 4年目です。大学卒業、地元の会社に入社したのですが、会社外の周りの人間と比べると自分の会社の待遇がとても悪く感じます。しかし周りの人には恵まれてます。長期的に見ると将来性も薄いので転職を考えていますが、こんな動機でいいでしょうか。何が転職の動機ってことですか。転職の動機なんて何でもいいですよ。今日晴れてるから転職しようかなぐらいでもいいと思いますよ。私は結婚してもうすぐ1年になりますが、子供が欲しくありません、うん、それをどのように双方の親に話すべきか迷っています。ほう、いや欲しくないって言っちゃダメなのかな。いいんじゃない、それ以外あんのかな。カズレーザーさんの思ういい人生とはどんなものですか。なんかこういう質問に答えるだけで何人かの人が褒めてくれるのはやっぱいい人生ですね。すげえ楽ですね。大学1年です。この夏か2年の夏にどの大学生もやったことのない思いつかないような経験がしたいです。自分は今までレールの上を歩いてきましたが変わりたいです。自転車で日本一周とかヨットで日本外周とか大きなことがしたいのですが、いい案が思いつきません。何かご意見あったらお願いします。自転車で日本一周とかヨットで日本外周っていうのは結構な人がやってます。どの大学生もやったことない思いつかないような経験がしたいのを、それを人にアドバイスを求めるのは多分あなたにそういうのは向いてないし、そういう引き出しがないと思うので、もっと小さく生きてください。思いついたらすぐやられると思いますし、日本一周がでかいことだと思ったらすぐやったらいいと思います。どの大学生もやったことないみたいな、その競い合う対象が学生とかそういう枠組み作ってるのってあんまり良くないですよ。学生お笑いみたいなの流行ってるんですけど、ああいうのも全くそうなんですけど、学生ってくくってやるのって基本的にあんま良くないです。同年代でも学生じゃないとこいっぱいいるし、何でもないラベリングなので、あんまりそういう分け方はしない方がいいと思いますよ、はい、視野が狭いと思います。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。